カメムシといえば植物食のイメージがありますが、実は虫を襲って虫の汁を吸う肉食性のカメムシも存在します。それがサシガメです。というわけで今回はそんな肉食性カメムシと呼ばれているサシガメを観察します。オープン。こちらです。こちらシロモンオオサシガメという名前でアフリカに生息している巨大サシガメです。大きいですね。体長がだいたい4センチほどあります。かなり大きなサシガメです。この肉食カメムシ、サシガメは英語ではアサシンバグと呼ばれています。アサシンというのは暗殺者という意味ですね。つまんで観察してみましょう。ほら。お、暴れてる暴れてる。色は全体的に黒で、足に黄色い模様があります。まるで警察が使うトラテープのような色合いです。実はこの色の組み合わせ、警戒色と呼ばれている注意喚起を表す模様です。自分が危険だということをアピールしているのでしょうか。そして裏側を見ると、頭にはこのような、まるで釣り針のような鋭い針がついています。これはカメムシにある口吻と呼ばれているストロー状の口です。アサシンバグという名前の通り、このストロー状の口で獲物の体を突き刺します。そして毒のように消化液を流し込んで、獲物の体を溶かしながら吸い込みます。この口は自在に動きます。このシロモンオオサシガメ、害虫を食べてくれる益虫ですが、逆に人間を刺すこともあります。刺された部分が壊死して、とても痛いと言われています。というわけで今回はこちらの巨大サシガメに餌を与えます。与える餌はこちらです。餌用として売られているイモムシです。ブドウムシと呼ばれている餌用イモムシですね。体が白いので刺されるとどうなるのかもわかりやすいです。それでは早速与えましょう。というわけで与えます。ほら。ほら。口吻を突き刺していますね。口吻の先っぽを突き刺しています。暗殺してる暗殺してる。アサシンバグが暗殺しています。お!イモムシは少し刺されただけですが、ぐったりして動いていません。イモムシを取り返して様子を見ます。ほら!こちらです。サシガメに少し刺されただけで絶命してしまいました。毒が含まれているのか、イモムシは完全に死んで力が抜けています。ほら。少しだけ刺されたイモムシが一瞬で動かなくなります。ブスッと一回刺されただけで死んでしまいました。とんでもない毒性です。壊死してる壊死してる。わずか30分ほどで刺された部分が壊死して黒くなっていき、全体的に広がっていますね。面白いですね。ひっくり返すと裏側も壊死しています。どうやら少しの量でも全体的に広がるようですね。以前ミノガの幼虫ミノムシを観察しました。そして1ヶ月経ったミノムシがこちらです。大きなミノムシですね。というわけで今回はこの幼虫だったミノムシがどのようになっているのか、ミノを開けて再確認します。かなり前から動きがありません。それではまずはミノを開けましょう。ピンセットで開けます。ほら。お、
中にいるのが見えますね。どうなっているのかはわかりません。それではハサミで切ります。というわけで半分以上切りました。オープン。お、元気な幼虫がいますね。こもってるこもってる。ミノムシの幼虫ですね。ピンセットで触ると、動きますね。ミノを閉じて動かなかったのは越冬しようとしていただけで、中のミノムシは元気です。このように閉じて、この強めのテープで留めておきます。一つ目は越冬しているだけで元気な幼虫でした。というわけでこちらも元気な幼虫のはずです。開けてみましょう。オープン。こちらも奥にいるのか、ミノムシは見えませんね。お、よーく見てみるとミノの奥から光が入っているのがわかります。不自然ですね。ミノの奥にミノムシがいるので、奥から光が入ってくることはありません。ミノムシがどうなっているのか気になります。早速切りましょう。ほら、開けます。オープン、オープン。うわ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 、ミノの中には幼虫と一緒に謎の物体が張り付いていますね。一つではなく、いくつか張り付いています。そしてミノムシは動きがありません。ほら。ほら。うお！なんとこのミノムシ、川だけになって死んでいます。死んでる死んでる、星になっています。そして幼虫の死骸にも謎の物体が張り付いていますね。実はこちら、ミノムシの寄生虫です。ヤドリバエと呼ばれている寄生バエに寄生された結果、ヤドリバエの幼虫に体を食べられて死んでしまったということです。こちらの茶色い米粒のようなものは、そのヤドリバエのさなぎです。見た感じ、抜け殻なので、おそらく去年のものです。去年寄生されてハエも出ていった残骸ですね。もしかすると先ほどのこちらの元気だったミノムシも寄生されている可能性があります。楽しみですね。